ちびと。じっと凝視していると、墓所を失った死人たちが寂しそうに漂白しているのが見える。二人三人、緩慢な動作で音もなく移動している。ささやくように通ってみると、静かに死人と答える。浅瀬を流れる水門の微妙な形状が彼の唇に現れている。何か感覚し得ぬ感覚が彼らの存在を支えているようだ。この一枚の絵の中に私は目を入れている。ちょうど水面に片目だけそっと沈めかけるように私は見ている。私は見ている。とても静かだ。静寂。そんな言葉を聞き想像したことがあったが、これなのだろう。私の感覚が捉えているのは、背中に覚える恐ろしい重量感だけかもしれない。顔の背後で猛獣の巨大な輝く牙を感じ、私の目は牙の先端かもしれない。目、これは背後から私を差し貫く一丁の光、牙なのだろうか。わかんない。いずれにせよ私は見ている。死人が振り向く。その顔に、ついに私の顔の印象を扱い始め、いや違うので、彼もピンクの乱れを整えてやっている。いつか、夢の中で来たようです。彼とは流星の観測法についてしゃべる。死人はしゃべる。いやしゃべるのか。わからないのだ。人間の目を出て、死人はしゃべる。しゃべらない。わからないのだ。人間の目を出て、脳を徹底的に経験しているのが抽象ではない死人がいる。まじで一石を投げているので、死がするか臭い匂いがするか。いや、むしろ私が入っている。私の死が恥ずかしいという感情を私の隣としていける。死人はしゃべる。いや、しゃべらない。わからないのだ。墓所を失った死人たちが寂しそうに動かして動かしているのに、久々に可能な動作でともなく移動したい死人。あなたの足が絡めているように少し目を凝って死んだ人たちがあなたの目向いたかのように、私は自分が好きなのと叫ぶ声、どこか遠くで聞いたり、この声だけが私の意識を高速させているのだ。全方位肉に包まれる管轄を私の全意識と一体なのだが、私の声は一層の快楽だと。もうそんな神なしなしなし、もうそんな違和感が起きた。それらの言葉は静かに動揺し、人はいる。もう近くにいるくらい静かに一人部屋の中で迫りくる闇の中で、私の目の中で死人は歩き始める。私人私人は未来です。私死人は未来です。目調子が出る言葉が聞こえたように感じられて、壊れたような音ではなかった。壊れたような音ではなかった。死人は死んだ。死人は分からないの。感覚、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 
がいるんだから、私は目を入れて、ちょうど水面に固めたく、外をしているかけるように、私は見ている。私は見ている。Thank you.